シリル・スコット・シリル・メイヤー・スコットは、イギリス近代の作曲家、作家、詩人。イングランド北部は、マージーサイドのオクストン出身。父、ヘンリー・スコットは、選手で古代イギリシャ研究家であった。幼少期から学祭を発揮し、12歳で、フランクフルトホッホ音楽院ピアノ科に入学し、21歳で、最初の公共曲を完成させた。1909年に、 自作のピアノ曲を6曲、ウェルテミニョン社のピアノロールに録音している。1921年にローズ・アラティーニと結婚し、娘ビビアン・メアリーと息子デズモンド・シリルを設けるが、二人は第二次世界大戦後に別居している。1943年にマージョリー・ハーツトンと出会い、没年まで愛人関係を結んだ。亡くなる3週間前まで作曲活動を続け、 91歳で他界した。亡くなる頃には、スコットは過小評価されるようになっていた。再評価が始まったのはつい近年のことである。スコットはロマン派音楽の作曲家であったが、幾分印象主義的な特徴を備えていた。火声法やピアノ曲の命名法は異国趣味が顕著であることから、一時期はイギリスのドビュッシーとも呼ばれた。作品数は400曲を前後し、 4つの公共曲、2つのピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、チェロ競奏曲、オーボエ競奏曲、チェンバロ競奏曲、いくつかの演奏会用上曲、公共詩、室内楽曲、3つの歌劇、4つのオラトリオ、そして数百曲の歌曲がある。1903年から1914年まで、アレクサンドル・スクラービンに次いでピアノ曲の曲数が多い作曲家であった。 スコットは、ユージングセンスによって、近代英国音楽の父と呼ばれ、クロード・ドビュッシーや、パーシー・グレインジャー、リヒャルト・ストラウス、イーゴリ・ストラビンスキー、ソラブジラから評価された。シャンドス・レイベルは、スコットの還元楽曲全集の制作を計画しており、第1弾に、公共詩、ネプチューン、ムーサ公共曲、ピアノ競奏曲、第2弾、第2弾に、 ピアノ競争曲第1番、公共曲第4番、アーリーワンモーニング第3弾に、宿典序曲、バイオリン競争曲、オーバード、3つの公共的部曲が発表されている。これまで紛失したと思われてきたギターのためのソナチネが2001年にアンヘロ・ヒラルディーノによってアンドレス・セゴビアの書庫から発見された。それ以来この作品はティルマン・ホップシュトクラのギタリストによって、 録音、上演が続けられている。スコットは音楽活動に加えて文筆活動にも携わった。オカルトや健康食品に興味があり、科学、哲学、宗教の根拠したものについて、自らの心情を折々に書き綴った。以下のような著作がある。ありがとうございます。